はい、どうもお疲れ様です。それでは27週目の材料から見通しをね、これ立てていきましょう。27週目は7月1日というね、キリのいいところからスタートになっております。7月の1日から7月の5日まで。で、5日は紅葉統計の方がありますね。これはもう皆さん頭にすぐ登ることだと思います。さあ、それではね。 4月1日、どのようになってるんでしょうか。まずはカナダ、香港が球場でございます。日本ではちょっと大きめの材料がありますので、ここで、えー、一つね、山ができます。で、この材料によって、いきなり161円台からスタートするかどうかっていうところも決まると思いますね。ここ注目でございます。えそして、月曜日の午前中は、総じて様子を見ていくことになると思うんですけども、午後からは緩やかにことが進んで、23時の ISM まで、 えー、特にね、波は起こらないかなというところです。えー、つまり、月曜日は単体で、えー、見た方がいいかなというところですね。はい、そして火曜日になりますけども、ユーロの方からあ夕方、材料は入るんですけども、パウエル発言までは特に何もないと。だから月曜日と火曜日と、それぞれ単体で見た方がいいかなというとことですね。連続してる市場ではないというふうに捉えた方がいいでしょう。ね。こちらね、ISM がありますからね。で、えー、水曜日になります。水曜日は、 緩やかに一日が過ぎていく形になりますけども、ADP の雇用統計が夜入りますので、やっぱり水曜日の夜ってのはね、えー、ことがありますね。やっぱり一週目、アメリカではボン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 材料が起きてきますので、えー、深夜、私たちはポジションを持たないようにすれば、その日一日一日で勝負できていくかなっていうところですね。はい、そして木曜日に、あ、ISM がまだありますね。FOMC もありますね。えー、ということでね、えー、ちょっと言い直しましょう。木曜日の えー、深夜3時。ここで FOMC がありますんで、一応ね、4時ぐらいから相場検討した方がいいかなっていうとこです。で、その木曜日にはアメリカが休場ですから、なんと、<laughs> えー、テクニカルが働きにくいですね。日本市場だけで、えー、まあ、ドル円の取引をすることになりますね。木曜日。いつもとは違った動きになりますので、木曜日はさすがに、えー、慎重になった方がいいかなと思います。 だから月か水とね、これは連続した市場じゃないんで、その日その日で1日ごとの勝負になりますけども、トレードはできます。難易度が星3つぐらいになるっていうところですね、普段星1つから2つなんですけども、星3つぐらいになりますんで、通常の月曜日、火曜日、水曜日よりは難易度は若干上がります。ただトレードはできますんで、トライしてみていただきたいと思います。それに比べ、木曜日ってのは、まあでも星3つですね、うん、そんなにゴリゴリに難しいわけではありません。 ただ、星3つの中でも、木曜日の方が、今回の月火水よりは、ちょいっと難易度が上がると。そのぐらいで思っておいてください。はい、そして最後、金曜日なんですけども、皮肉なほどに金曜日が一番穏やかです。ですんで、木曜日を引き継いで、金曜日の相場ができてますんで、えー、米国雇用統計、夜の材料、アメリカの発表まで、えー、穏やかに過ごせますね。 だから今回はね、ものすごく珍しいんですけども、月火水がそれぞれ単体であって、木金というところで1日の試乗ができてますので、実はね、木曜日、金曜日、うん、そうですね、難易度が極めて高い日ってのはないです。えー、月曜日から金曜日まで同じような難易度で攻めていきます。まあそういうことになりますね、えー。そして、材料が金曜日の夜入りますけども、こちらの方にね、うん、できる方はね、ここでちょっとトリガーの練習を してみるとよろしいんではないでしょうか。はい。その通りにつきましてはね、また別の機会をもってお話しさせてもらいます。トリガーの練習をどのようにすればいいのか。んまあ、これはね、通常コンサルの方にしっかりとお伝えするんですけども、FX オリガルヒでは軽くね、軽くお話ししておきましょう。で、えー、これ、速可塾限定動画をご覧の皆様も、この動画をご覧いただいていると思いますけども、うーまあ、即可塾限定動画で留まっている方は、トリガーには手を出さない方がよろしいかと思います。 じゃあ、今回の材料に関する見通しは以上です。